早々のフリーレン125話に対するみんなの反応集。それではどうぞ。新編来た。頼むから試験メンバー再登場お願いします。てっきり大きな街道に抜けるのかと思ったけど、アクロを進み続けてて、草一王道と呼ばれるアクロがこの状態だから横に抜けることすらままならないのかな。ザダールの奥さんは細かい事情まではわからないけど、ずっと何か抱えていたのは察してて、それから解放されたのを察したとか、そんなとこかな。いい夫婦じゃないか。この漫画ではまずないと思うが、その後フリーレンたちの知らんところでひっそりと夫婦が帝国に消される展開を心配してしまうじいさんが、理由もわからず任務続けてるなら、このじいさんを理由もわからず監視してる存在がいてもそんなに不思議ではないし。新編で新しい魔族登場しないかな。前回てっきりラダールだけがあの村出たの、連中は他の村かと思ったら全員揃ってだったのか、それに母親役もいたのね。ソリテール戦みたいな大掛かりじゃないけど、スタフェルの連携見れて嬉しい。それにしてもああいう時のフリーレンのなんともなさはほんとかっこいいな。災害時とかに見習えるようになりたい。強者相手だと接近戦になったらフリーレンも普通に殺されそうになるんだな。フリーレンはこういう話の時に独語感よく締めてくれる。濃密すぎて兄貴や親父を前々から知ってたような錯覚に陥る。ほんと詰め込みというか、はしょりがうまいなこの漫画。1巻くらいかけてやったらそれぞれのキャラが人気出そうだけどなう。新編ってことは長編開始だね。フリーレン暗殺任務自体はまだ否定されてないってことは、敵めっちゃ襲ってくるショー始まるとか。はじめは家族ごっこに一番戸惑ってた様子の兄貴が、自分の子供にくせっ気は見てほしくなかったとか、人間味あふれることを言うようになってるのが感慨深い。フェルンのゾルトラークってナイフを弾き飛ばしてたけど、やっぱり貫通効果とか殺傷能力を OFF にすることができるってことなのかな。フリーレンとフェルンの練習でもフリーレンがゾルトラーク使ってフェルンをただ突き飛ばしていただけの時あったからな。センシブス魔法使いだとやはり前に入られたらきつそうだな。そりゃパーティに前衛いるわ。あと今回フリーレンはフェルンが気づくより早く戦闘準備に入っていたな。前回の回想は格好から女性とわからんやったけど、仲間の一人のお姉さんは親父役の人の奥さん役してたのね。この夫婦役の間にも子供できてほしかった。ビアベル、ゲナウ、メトーデ、ゼルネン、電剣は北部高原と黄金郷で出番あって出ないだろうから、事変は前世、ファルシュ、ユーベル、ラントあたりだろうか。リストの人がフリーレン以外全員本当に来たのか、新聞みたいなもので不法を知ったターゲットもいるのか。ある程度は空飛べるんだから、沼地抜けるまで空飛べばいいのに。途中で崖とかあるかもしれないだろ。飛行魔法は魔力消費が激しいから、歩けるところは歩かなきゃならないんだ。服の汚れはともかく体力の消耗が激しいから、飛ぶのとどっちがいいのやら。まあ一次試験のように空の魔物がいるから迂闊に飛べないという可能性もあるけど、絶対オレオールに何かあるよな。もしかして帝国は何かに気づきかけてる。魔王城があった場所っていうのもなんか意味ありげだよね。魂の研究を帝国中枢部が独占的に続けてて、ヤバい方向に突き進んでるとか、悲しさ生き返らせるとか、不死追求とかハマるレン。フリーレンがあっさり制圧されたけど、狭い屋内じゃなければそもそも接敵すらされずに済んだんだろうな。フリーレンでも魔力を消してても、動くと少し漏れるだから、戦闘しながら魔力流出を消せるのは相当なんだな。もう始まってると思ったら、次から新章か。帝国は上層部がなんかやべえことになってそうですね。完全に抑え込まれている状態で、いや、お前は死を恐れていると冷静に言い放てるフリーレン、かっこいいな。こんな顔するやつと同一人物とは思えねえ。さすがババア、さんざん魔族と戦ってきたから、キラーマシンかそうでないかの違いが一目でわかるんやな。大魔法使い専門の特務機関ってことは、今まで殺された人たちも魔法使いなんだな。上層部の地位を脅かしそうな優秀な魔法使いを殺しまくってた。一級魔法使いが集うらしいし、魔法使い狩りに立ち向かうってのは流れとして納得できるな。こんなの氷山の一角で、帝国
陸の各地で自分らにとって不利益になる存在消しまくってるんだろうな。まあフリーレンですらマハトに負けてやる気失ったし、帝国もフランメのいた時代から千年も経ってたらフランメの考え方なんてとっくに廃れてるよな。この峠道のこの村が彼ら担当だったってだけで他にもいるだろうな。この様子だと本当に帝国に何が起きているのやら。三人まとめて沼に入ると底なし沼だった時に全滅すると思うんだよね。まずは一番重い人が入って問題ないか確認しないとね。腕を見誤るとはなは、自身の老いのことでもあろうけど、フェルンの速射性能のことも言ってるでよいのかな。あとフリーレン首落とし方が早いにも落ち着いてそのようだねって言ってるのも実はフェルンのスピードが勝つと思ってのことかな。暗殺者の夫婦役は任務遂行のために子供は作らなかったんだろうな。そういうことやってないんだと思う。小さい子供がいると足手まといになるしな。でも子供役やってた二人に結婚許したのは、土地に馴染むためって言ってるけど自分たちと同じ道を歩ませたくなかったからだろうな。実際家族ができたことで救われている。もちろん夫婦役も疑似家族やったことで救われているんだけども。新編、ラインもそろそろ来いよ。大都市ならあっても不思議じゃないだろ。学校の部活でたった3年間苦楽を共にしただけでもかけがえのない仲間になるし、任務だろうが血のつながりがなかろうが、10年も同じ屋根の下で同じ釜の飯を食ったらそれはもう普通に家族だよね。この疑似家族は使命を全うし続けたけど、途中で家族になりすぎて任務から逃げ出したチームもいそうだな。いやー今回面白かった。こういう話が読みたくて読んでるとこある。南の勇者とか今回みたいなの好き。レボルテにやられたノルム騎士団の人とどっちが強いんだろうか。あの人は今のシタルクよりはるかに強いだから。前の話的にこのおじいさんは戦闘経験でシタルクに勝るって感じで、多分前の話の言い方的にスペックはシタルクのが上で、レボルテの時の人はシタルクよりスペックも戦闘経験も上だろうから多分後者のが強いね。前世紀は知らん。お子さんはいなかったのかな。親父役とおっさん役の人はおじいちゃんおばあちゃんと兄貴役の子供に呼ばれていたわけか。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。